こんにちは、ガマちゃんズチャンネルです。このアングルと私の髪型とか服を見てお気づきの方はいると思うんですが、前回の動画を撮った続きで撮ってます。2本撮りしてます。なんでまたカメラ回してるかっていうと、見てくれてる方から、なんでガマちゃんズそんなにベタ慣れなんですかって、どうやったら慣れてくれるんですかって質問をいただくんですよ。ありがたいことにね、みんな温かい心でこのチャンネルを見てくれるので、私がたくさん愛情を注いでいるから、みんなそういう風に慣れてくれるんですよ、みたいなことを言ってくれるんですよ、みんな。なんですけど、どうしても私も言いたいことがあって、確かにね、めちゃくちゃ親バカで愛情かけまくってて溺愛はしてるんですけど、ね、ガマちゃんズに関してはちょっと特殊なんですよ。愛情をかける前にもう慣れたっていうか、慣れてたっていうか、前日まで誰か他の人に飼われてたんじゃないっていうぐらい、なんか最初から全てがうまくいったのが、このガマちゃんズの3匹。この子と、後ろにひっくり返ってる親瓶と、あと、チビも。まあ、チビはね、ちょっとクレバーな、ツンデレな性格なので、あんまりそこまでベタベタはしないですけど、慣れる慣れないって、本当に、その個体の性格にもよると思ってます。で、ガマちゃんズ3匹の場合は、最初に連れてきた日は、もう今じゃ考えられないんですけど、めちゃくちゃ逃げ回りました、部屋の中。飼い主の手に乗ろうもんならすぐピョーンって飛び跳ねて、部屋の隅に行ったり、どっかの暗がりの下とかに隠れて、こう、縮こまったりとかして、もうとにかくピョン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 、ジャンプして逃げてきました、ガマちゃんズ。今じゃ信じられないんですけど、紐食べないで、便所。ちょっと紐をこの中に入れて。そう、それで、そもそもね、ガマちゃんズ3匹をお迎えする前に、飼育してたガマ吉っていうヒキガエルが、慣れるまでに結構時間かかったんですよ。ほんともう、人の手から餌食べるのに1年半ぐらいかかったりして、かなり慣れるまでに苦労した経験があって、で、その後でガマちゃんズ3匹をお迎えして、初日に部屋中逃げ回るもんだから、あー、これは大変だぞと、慣れるまでにかなり苦労するだろうな、で、旦那さんと話しながら、まあ、とりあえず餌あげてみっか、っつって。で、乾燥コオロギを割り箸で目の前に出したら、食べたんですよ。めっちゃ簡単。しかもすぐ、躊躇なく、パクって。嘘でしょと思って。さっきまではそんなに散々逃げ回ってたのに、食べるときは食べんのみたいな。それで、じゃあワンチャンレプトミンもいけるんじゃねっつって、レプトミンもあげたら、食べたんですよ。食べるときだけ近づいてくんの。で、その後から、逃げなくなりましたね。なぜか。なので、この人、餌くれる人だなっていうのは認識したみたいで、そっからは逃げなくなりましたね。痛い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 。はい。で、その後も、拒食したことももう一回もないです、全員。多分ね、適応能力が異様に高い3匹だったんだと思います。餌食べてくれてからは、逃げなくなりました。で、たまにメンテしてる様子動画に出したりしてるんですけど、その時もね、逃げないで必ずケージのそばで待ってるっていうか、掃除が終わるのを。多分日によって掃除終わった後飯食えるぞっていうのも多分分かってるんですよ、この人たち。頭良くてなんか。だから逃げずに待ってる。だから私に慣れてるっていうより餌を待ってるみたいな感じだと思います。ちょっと何してんの、あんた頭登んないでくれる？あ、でで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 。頭登んないで。絡まってるじゃん。ちちちちち。免除。肩でとどまってたよ、ちょっとあんた。頭のぼんないで。そう。なんですけど、一匹ね、親瓶だけは、なかなか最初、餌は食べるけど、心は開いてない感じで、ケージの中でも、結構、後ろの壁際の方でベタッとしてる感じだったんですよね、ずっと。メンちゃんはね、もう常に前線の方にいて、バーンってやってたし、チビは一人で結構大きいケージに入居させてたので、引っ込むこともなく、出てくることもなく、淡々と毎日その中で自由を謳歌して生活してるっていうような感じで、チビとメンちゃんに関しては何ともなかったんですけど、親瓶だけがなんか警戒心がちょっと強くて、いつも隅っこの方でペタッとしてたり身構えてるような感じでした。そんな親瓶がなんで今はこんなに機嫌良さそうに毎日生活してるかっていうと、ね、これまだね、一回も動画で喋ってないんですけど、実は最初の冬を越すときに、親瓶一回
かなり体調崩したんですよ。もう正直死ぬと思った。歩けなくなっちゃって。で、この話もね、また別の動画でいつかしようとは思ってるんですけど、親便ね、お迎えした時から、なんかちょっと手がおかしくて、左腕なのか、左手なのかは定かじゃないんですけど、なんかね、ちゃんと歩くんだけど、なんとなく力入ってないような、ダラーンとしてるような感じがあって、手に力が入んないのか、常にペタッと、してるし、今でこそね、力あり余っててシャキーンっていつもしてますけど、なんか来た当初は結構ペタッとしてることが多くて、ただなんかそれなりに大きかったし、年も年だろうからこういうもんなのかなーなんて思ってたら、冬迎えて2月の頭ぐらいだったかな、いきなりなんか手つけなくなっちゃって、歩けなくなっちゃって、もうびっこ引いて歩くようになっちゃって、でそこでかなり献身的に介護したんですよ。独自のやり方ですけどね、病院には連れて行かず、もう独自で、もう調べまくっていろいろ。ねえ、大変だったね、あんたね。あの時ね、親便。歩けなくなったじゃん、一回。ねえ、大変だったね、免除。そう、それで、2ヶ月ぐらい結構毎日、べったりで、介護してたら、何が良かったのかもわかんないんですけど、ほんと奇跡的に回復して、やめて!で、そこら辺から、なんかちゃんと目を見てくれるようになったというか、心を開いてくれたというか、なんかちゃんとこう私の目をちゃんと正面から見てくれるようになったっていうか、そっからなんかだんだん表情もね、柔らかくなってって、ああ多分あそこら辺で、あ、こいつは大丈夫なやつだなって思ってくれたんかなって勝手に思って、ってます。そう、なんか引き返るが果たして人間に慣れてるのかどうかっていうのは正直わかんないですけど、なんとなくこう心を開いてくれてるっていうか、慣れてる子って正面からちゃんと目を見てくれるんですよね。だめんちゃんも今すごい目見てくれますけど、これが慣れてない子だとすぐ目線そらして体もそらしてあっち向いたりとかするんですけど、慣れてくれてる子ってこうやってちゃんと正面から顔見てくれるんですよね。で、めんちゃんはもちろん見てくれるし、親ビも見てくれるし、で、チビは凄まじいツンデレなので、10回に2回ぐらい見てくれる。で、10回に8回ぐらいはすぐ体勢変えてそっち向い、あっちの方向向いちゃうみたいな。でも別に部屋の中逃げ回ることはないし、餌も食べてくれるので、まあ慣れてるっちゃ慣れてるんでしょうけど、ちょっとまだ心開ききってない感じがします。で、こっちのチビちゃんズも結構慣れてくれてる子はこういう風にちゃんと正面から顔見てくれるんですけど、慣れてない子がまだ何匹かいて、その子はふるっと体勢変えて別の方向見ちゃったりしますね。免除、あんたはずっと見てるもんね。めっちゃ可愛いねって。まあ、そんな感じで、結局何が言いたいかっていうと、どうやったら慣れるのかはよくわかりません。この子は最初から人に飼われてたような感じで懐いてたし、かと思えば、全然懐かない子もいるし。なので、動画見てくれてる方でも、ヒキガエルとか、他のカエルとか飼ってらっしゃる方いると思うんですけど、決してその慣れる慣れないは、愛情の大きさだけじゃないと思うんで、この個体自体のね、性格もかなり関係してくると思うんで、うちの子はなかなか慣れてくれないから、私の愛情が足りないんじゃないかとかって思う必要は全然ないと思います。絶対だって皆さん愛情をかけて育ててるはずなので、あとはもうほんとこの子たちの性格とかだと思います、私は。ああ、でも強いてあげるとすれば、私めちゃくちゃ話しかけてますね。この子たちに。ほんと人間の友達いないんじゃないかってぐらいカエルに話しかけてる、いつも。何かにつけて話しかけてる。もしかしたらそれも、心を開いてくれる理由の一つなのかもしれない。わかんないけど。わかんないけどね。あとは、本当は、あまりしない方がいいって言われてるんですけど、こうやって、結構ハンドリング、手の上に乗せて、話しかけたりしてますね。ただ、長時間、手の上に乗せてると、人間の体温で火傷しちゃうって言われてるので、なるべく持つ時も、点と点で持つようにしたりして、気遣いながら、あんま長時間持ち続けないようにはしてるんですけど、なんかその人間の手に慣れさせるっていうか、人間に慣れさせるっていうか、人間の手の上は別に安全なんだよって思ってもらうために頻繁にこう、ハンドリングはしてたかもしれない。何その表情、免除。免除。免除。あんたなんでそんなベタ慣れなの。
名城。どうした、どうした、餌昨日食べたでしょあんた、あんなたらふく食べてあんた。まあこんな感じで、あの我が家はこういう距離感で、あのカエルの飼育をしております。え、なんか飛びそう、やめて、どこに飛ぼうとしたのあなた、やめてよ。なので、なかなか慣れてくれない個体もいるので、やめて、なんか飛ぼうとしてない、さっきから怖いんですけど。はい、ということで、なかなかね慣れてくれない子もいるので、気長に、毎日頑張って飼育をしてればいつかは慣れてくれると思います。ヒキガエルをベタ慣れにする方法はわかんないです、よく、ごめんなさい。ただ我が家はこういう距離感でヒキガエルと接してて、今こんな感じになってます。ということで、2本撮りでもうね喋りすぎて喉がカラカラなので、一回休みたいと思います。メジョー、何を企んでるんだあんた。なんでこんな慣れてんだろうね、本当にわかんない。本当に不思議。多分ちょっとやっぱね、変なんだと思う、メンちゃん。ちょっとね、メンちゃんやっぱちょっと特殊なんだと思う。あんたもしかしてカエルの仮面被った人間なんじゃないの？ねえ。あ、飛ばないで！危ない！こうやって、都合悪くなれば飛ぼうとしてカエルっぽくなるんだから、あんたは。はい、ということで、じゃあ終わりまーす。メンジョー、挨拶しよう。最後。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。